師団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画で行こうです。原神始めていきましょう。いつも通り、Twitch で配信しております。ぜひ見てください。 Twitch、アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please。 そして、アーカイブ YouTube にアップロード予定です。アーカイブのプレミア公開2日後25日21時頃の予定です。ぜひそちらもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 This live archive upload 2 days after My YouTube チャンネル。そしてですね、旧ツイッターである X 持っております。ぜひ見てください。ツイッター X アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X マイアカウント、リポスト&グッドボタン&アカウントフォロープリーズ。ということで、4か、4.2 がリリースされましたね。しかし 4.2 は今回関係ないです。罪人の演舞曲か、石とかもらえますね。10月の26日以来約1ヶ月ぶりの原神ですか。お、第4章第5幕、そうか、これが解放されるのか。 4.2 はログボ、イベントはいろいろありますが、仮想認識実験レポートってなんだ。撮影期間、助力パック、で一括受け取り、マップかな。地下壺じゃない、地下工区だ。今回は目の前の黒霧なのかな。任務、暗闇に増す危険か。
そうですね、暗闇に増す危険、タイトル通りってことですね。やってみますか。で、さらにワープ。ここってワープできないの？あ、ってことはここから行かないといけない。でもほんのり綺麗ですね、原神。色は綺麗、美しいです。まあその分あのハードへの負担もでかいですけどね。なんだろう、まあまあ気にしちゃダメ。まずはすなおに物語を楽しみましょう。まだだ。あれ、おかしいな。3位し、そうか、この穴の下に行かねばならんのか。怖い怖い怖い。操作ミスは良くないです。結構さらに奥へ入りますね。え、どこまで入るんだ。お、なんだ？目の前の黒霧を調査しよう。せよ。あ、来た。巨星イベントか。これって、都市じゃないか？空中に浮かんでるし、丸ごと逆さまになってるぞ。この都市を見てると何か思い出しそうな。なんだろう。ほら、なんだっけ。汚れた逆さ心臓。そうそう、それだ。不気味な雰囲気が漂ってるし、逆さなのもあの時と同じくらい衝撃的というか。こうなってくるとやっぱり双眼巨炎の下ってアビス教団と何かしら関係があるのかな。これはますます調査しないと。あ、でもワープゾーンが、うん、人あ、ダインスエイブだ。登場仕方がすごいな。まさかここで貴様たちに会うとはな。予想外だ。久しぶりだな、ダイン。いや、またどうしてお前が双眼巨炎にいるんだよ。双眼巨炎、なるほど。ここは双眼巨炎の地下か。足を踏み入れたことは一度もなかったが、このようになっていたとは。
ああ、前回の出会いと別れはいささか急なものだったからな。貴様が流行る気持ちも理解できる。それにこのような偶然が目の前で起きたんだ。貴様の疑問に俺も答えてやるべきだろう。貴様も思い当たるものがあるはずだ。先日俺はアビスの使徒の痕跡を再び見つけ、それを追っていた、うん、ただ忌々しいことに奴は俺に追い詰められると以前と同じ手口で逃げようとしてな。その後を追って俺も転移の扉をくぐった。しかし見ての通り奴とは違う場所に転移してしまったようだ。ああ、これまでの経験から推測するに、アビスの転移能力は単に点と点を結んだものではなく網目状になっている。転移の扉がどこにつながり網目をどうたどるのかは奴らの思うがままなのだろう。この世界にあるワープポイントとなんだか似てるな。前回貴様の血縁を追って転移の扉をくぐったが、気がつくと周りには誰もおらず、俺は一人あの風魔竜の巣にいた。そうだったのか。ところで、あの最古の幸運鬼の目はどうなったんだ？ああ、それならすでに手を打ってある。運命の食器の計画、その真相を突き止めるまでアビスの手に落ちることはない。その肩書きをまだ覚えていたか。別に隠す気などない。それはかつてカーン・ルイヤの栄光を浴びた称号だ。しかし今となってはただの皮肉であり呪いに過ぎない。そうなんだな、トラウマか。俺は国の滅亡を見届けた宮廷親衛隊隊長だ。この肩書きを口にしたくない理由など十分すぎるほどにある。どうやらお前の妹さんが言ったことは本当だったみたいだな。俺たちはかつて旅の仲間だった。あれは運命を求める苦難に満ちた旅、ただ俺たちは共に終点を迎えることができなかった。際限なく質問を続ける前に、先ほどの俺の言葉を思い出してみろ。仮に転移の網の推測が正しかった場合、アビス教団にとってここは転移先として設定するほどの価値があるということだ。アビス教団がここでこっそり何かしてるってことか。オイラと旅人の予想通りだったな。つまり今この瞬間もアビスの目に映っている可能性がある。なるほど。やめろって。そう言われると怖くなってくるだろう。賢明な判断だ。火？そこの岩壁の近くに火があるようだ。そこから調べるとしよう。お、なんかアチーブメント達成してますね。神羅万象だ。5つしか手に入らない。まあ、アマープポイントは本物だったみたいな。なんだこれ。弓と弓あたりを獲得できた。え、どこに来る、方角はこっちか。黒霧？黒霧ってどこだ？この黒っていうかは、あ、これか、なんか出てるやつか。火山みたいだな。ずいぶんと長いしたな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。
調査。ちょっと怖いな。なんだろう。あ、ここ気をつけろ。そうだ。ここ入っちゃいけないよね。大丈夫だよな。スタミナが減るってことはない。黒い霧を近くに手がかりがあるんで、それを調べろって言ってます。お、なんか明るくなった。金でした。こっちはか直接関係なさそうだな。これお前って本当に元気出してよ。綺麗にしません。ほっ、うん、熱々でしょ。おとなしくしやがって。こいつはどうだ。よっ、おとなしく仕上がる。任せてください。こいつはどうだ。もうちょっとだな。おとなしく仕上がる。グオパーヒヨ。すまんすまん。えっと、ほっ、よっ、ほっ。オッケー。ん？なんだろう。黒い気持ち。これ何？ダメだ、関係ない。こっちか。ホコリをきれいにしますね。まあ戻ろう、今は。これで間に合いますね。なんかある。え、これどうやって調べりゃいいんだ。え、何？調べるっていうのはわからん。調べ方が天井のお掃除の時間です、うん、ヒントがない。え、違うな。なんだろう。
調べるって言っても何を調べるんだ。ここにもなんかあるんだ。しかし調べる言うてもな。なんか上にある。とりあえず、洗わないといけないよ。これは関係ないしな。関係ない。岩の重さは安心できます。調べるも何も何もわからんよな。私を必要とされる限り、いつまでもそばでお仕えいたします。ここで少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？それともなしでしょうか？救命石の触媒って何でも私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。救命石の触媒ってねえ。
待ってよ、アイテムかな。疲れましたか？ここで少し休みましょう。装備してるけど、光を発す、十分にエネルギーを貯めていれば、とりあえず。いや、これ装備して、RB かな。何これ。いや、調べるのはいいけど、つい、まあ、つい装備しておこう。これはいいや。装備状態になりました。あれはちょっとヒントになるのか。これ1個
手に入れたが、一個で足りるのかな。1個じゃダメやな。なんか あっちも石がある。有名石エネルギーをが不足してるとチャージできない。ラスト1。 OK、 クリアです。とても満足です。これってなんか関係あったっけ。肉でしかないのか。ああ、でも関係あるんだな一応。こいつはどうだ。おとなしく仕上がる。料理の時間だよ。任せてください。誰だ。
なるほど。まあ、助けが必要な方がいるはずです。ゲージを貯めないといけないんだろうな。助けが必要な方がいるはずです。これで満タンになった。戻ろう。これで間に合いますね。これ時間制限でもあんのかな。私を必要とされる限り、いつまでもそばでお仕えいたします。マープワープするとフルになった。え、これどうやって調べるんだ？近くの専用エネルギーをチャージし、巡航放射ってなんだ？休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？それともなしでしょうか？巡航車レベル2でいいや。触媒を使用した時ってどういうこと？でも便利ボタン。あ、これか。ようやくわかった。40分かかったよな。
これを繰り返さないとダメってことだ。ワープゾーンに入れば除去できるから、ちょっと時間かかってワープゾーンに入るのが、手っ取り、分かりやすいかもしれない。早いかどうかは別として。金を鳴らせ。和田貴子かな。まあ、結構離れてるしな。少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。とりあえず行きますか。まずはでもワープゾーンを条件で開くことはできるのかな。え、何？あ、実に愉快だ。わからん。しかもゲージがフルになったしな。これは関係ない。なんだこのラッツアンドスター的な。上になんかある。あれ？あー違う。行った方がいいのか下に行った方がいいのかどっちだ。暗くて分かんないや。まあでもこれ倒しとこう。ウオパー火を吹け。えい。こいつはどうだ。この瞬間、お前は永遠を取る。料理の時間だよ。
これ。おとなしく仕上がる。ルオパー、気をつけ。こいつはどうだ。これ。すまんすまん。こいつはどうだ。みんなを守るからね。ルオパー。おとなしく仕上がる。死んだ。死んだ。オッケーです。なんかある？98メートル。上には何もない。高さはそんなに変わらないってことは、何もないんだ。ここは危ね。トカゲだ。なんか扉がある。この扉の通った。敵かよこれ。岩の重さは安心できます。とえいほっ、熱々でしょ。こいつはどうだ。この瞬間、お前は永遠を手にする。こいつはどうだ。これだ、ワープゾーン。あの先？まあ、とりあえず近い方のあれが表示されるみたいだから、うん、おとなしくしやがる。ハメハメしてる。これ。なかなか運がいいじゃないか。近いな。これはなんだ。
かある？でも金っぽいのはあるのかな。さらに奥はあるとはいえ、こっちはまだ関係ないみたいだ。上かな。あ、もう開いてるんかな。やだ、嫌な不気味な音は聞こえるな。なんだろう。違う、こっちじゃない。金はもう開いて、爆弾を起動しろ。この爆弾はどこだ。あと2つは。いや無理でしょ。この上かな。一旦経由してさらに上。しとくのが一番だ。こいつはどうだ。料理の時間だよ。やこれ。仕上がる。OK。 あ、チャージできないんだ。
面積エネルギーが勝手に切れちゃったな。あ、上にあるエネルギーが。あ、違う。何やってんだ。なかなか運がいいじゃないか。なんだこれ。風だ。なんで？でもゲット。なんかある。揃ったが、違う。行かない？ダメなのかこれ。あれ？全然効かない。全然なくならない。
てかここじゃないんかもしれない。金自体が。あ、なんか上にもなんかある。これか、金って。あれ、なんでこれ、なんで効かないんだ。金なのか、これ。チャージしないといけないのか。騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。何にもないな、ここは。多分難しくはないんだろうけどな。こっちだな。お、何？なんか現れた。これの謎を解かねばならないってことやん。お前もサボることがあるんだな。
だ一つだけか。なくならない。お前って本当にせっかちだな。こことここを往復すればいいってことか。つまり、でもこの新たに現れたこの謎は何だろう。まだ1個残ってる、1個とか4つぐらい残ってるから、これをな全部なくせばいいんじゃないかな。うん、これで上に上がって、1個解放された。敵だ。ミュージックスタート。任せてください。こいつはどうだ。おとなしく仕上がれ。騎士の風格に気をつけます。フックオパー火を吹け。なんか2機現れたが、風邪ひくなよ。後ろがガラ空きだぜ。おとなしく仕上がる。クオパー火を吹け。これすまんすまん。やっこいつはどうだ。終わったか。一匹まず倒した。これ元気出せよ。あれまた戻っちゃった。よっと、えい、料理の時間だよ。こいつはどうだ。うわ、岩の重さは？これ。風邪ひくない？クオパーと、おとなしく仕上がる。これ任せてください。みんなを守るからね。えっ、ほっ、ほっ、オッケー。
蓋みたいなのがある。でこれが金か。おお、1個目はなせたな。でもう一つの金を行くってことか。金を行くんだけど回復させないとな。教官、一回回復させよう。突破してもそうそういいかもしれないけどね。なるほど、いろいろあるんだ。マップで地下工区へ行って、こっちを行って今度南側へ行かねばならないな。でもどうやって行くんだ。なんだろう。こんにちは。こいつはどう。おとなしくしやがる。フルゲージ取ってるからな。そこはワープゾーンってことでいいのかな。敵？いや敵じゃない。なんだ。ダメだな、ここは働かないんだまだ。まあワープポイントを開けることがまあ順当ですね。今は
なんかある。興味深い。え、敵？敵やな。綺麗にしませんと。おとなしくしやがれ。ダメか。あれ宝箱？あ、宝箱だったんだ。なんかこいついる。ミュージックスタート。タッ。やっやっは。あいつか、あいつは動いてんのか。あれ正面か。助けが必要な方がいるはずです。これで間に合いますね。任せてください。熱々でしょ。こいつはどうだ。この瞬間、お前は永遠を手にする。えい！岩の重さは安心できます。おとなしくしやがれ。お前って本当にせっかちだな。風邪引くなよ。綺麗にしませんと。これ。と、熱々でしょ。おとなしくしやがる。準備できたかな。料理の時間だよ。これ。すまんすまん。あつあつでしょ。話が通じないなら
あれなんだろう。ああ。歌声でもこんなサプライズを届けたいな。どこだ？見てみよう、周りを。あ、なんかある。はどうだ？料理の時間だ。サミウチっていう感じだな。もう一個消えた。オッケー。足りない。あ、なんかある。どこまで回転すんだ。バーバラ、何回転もしないといけないみたい。いつもより多く回っています。回らされるんだ、これ。呼吸が。なんかおかしいな。
なんか条件がいるんじゃないの。下になんかある。風だ。石を探さないとダメなのか、これ。お前って本当にせっかちだな。というよりは。開くことが条件。もうちょっと謎があるんだろうな。本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。起きる条件っていうのがあるみたいな。お前って本当にせっかちだな。
ここが、あの入り口だったよな、もともと。お前って本当にせっかちだな。これか、これをまず郵便小石が足りないんだ。小石の場所がわからないな。下に行くなんてできないしな。とりあえず石を探さないといけないんだが、その石がの残りの部分がどこにあるのかがわからん。もう全部拾った気もしないでもないんだが、あれなんだ、あれ見たことない、まだ拾ってないかも。ああ。違うわ。あれ？なんだあれ？
お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。ずいぶんと長居したな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。風だ。これは違うな。そのもん全部取ったと思うんだけどな。でも足りない言われちゃってるからな。小石をもっと探そう言われてもな。騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。からよいしょ。こうすると、あ、
つまり、お前って本当にせっかちだな。今一個何もしないでも点灯しているものがこれなんだよな。ここはほっとくと、つまりまず一個ここを点灯させて、お前って本当にせっかちだなと、これでいいんじゃないの？まあ、まあ、ダメなのか。わからん。占領ギミックがわからんよな。入って左側の これでいいんじゃないの？ダメなのか？いや、ダメなんだ。
お前もサボることがあるんだな。占領アイル。ああ、でももう行ってるんじゃないのこれ。となるとそのはどこにいるのかな。占領がいない。一個はあるんだけど、こっちをどうやって開封するのかな。そこでだ。気になってんのがあれなんだよ。あの何者なんだろうなって。あ、でも関係ないのかこれは。なかなか運がいいじゃないか。おとなしくしやがる。風邪ひくの？これ。実に愉快だ。つまりこれは関係ないんだ。あ、なんかある。チャージができた。わあ、下から登ってくるやつじゃないの多分。お、なんかある。金か。風だ。なんだろう。なんか石がある。これらはみんな足りない。
6つ加工したヨドマリエス石を。あれをちょっとなぁ、もうバッチリの撤去したいんだな。これよ、これをどうやって撤去するんやろ。マシやなったけどな。必要なかった岩の重さは安心できます。いや、熱々でしょ。こいつはどうだ？ウォーカー、いいよ、任せてください。これ
となしくしやがれ。お前って本当にせっかちだな。席じゃないな、これ。助けが必要な方がいるはずです。これなんだろう。これなんだろう。あれ、石だ。あ、どうやって行くのかだな。石があるが、必要な方がいるはずです。石が1個増えた。あとね、あそこも取りたいよな。
リチャージしてもしゃあないしな、今は。どうかな、こっから間に合うかな、こっから飛んだところで。間に合わないんじゃないかな。ここは間に合わないんで、まだ上あるんだっけ？上あるね。動かない。あ、ほとんど死にかけだ。と見えないね。なんだろう。こっちは何もないから。あれ？なんだこれ。あ、入れない。この先なんかあるのかもね。あ、これ入れないんだろうかな。入れない。あ、ダメだ、入れないんだ。
や、わからんな。ここじゃないんじゃないの。こっち？こっちっぽい。そしてこっちってことは、あれ？あ、これ入り口か。お前って本当にせっかちだな。
あんまり関係ないな。お前ってほんの…なんかある…身内消えた…これってもともとなかったよな。これか。実に愉快だ。で、最上位。あ、なんか飛んでる。ようやく。ここはもう固定なんだ。じゃあこうか。これでようやく突破か。これ敵が現れます。敵が現れるんじゃなくて下に行くのか。ざまあない。死んだ。とても満足です。戻って復活させよう。もうちょっとなんで、もうちょっとやります。ない。でも1分ほどお待ちください。
か？ここで少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？それともなしでしょうか？はい、お待たせいたしました。では再開します。攻略サイト見てもこれだからな、全然わかんないな。さあボス戦です。ボス戦っていうか、あの衛兵戦ですね。助けが必要な方がいるはずです。あれ？さっきこいつじゃ、ここじゃないのか。謎は解いたよな、さっきの。違うわ、この中に行かないとダメなんだ。した上でこれか。こいつと戦わなきゃいけないんじゃないの、どうせ。ですよね。岩の重さは安心できます。風引くなよ。これ。ローパー。お前って本当にせっかちだな。料理の時間だよ。話が通じ。この瞬間。お前は永遠を手にする。倒した。OK。で、鐘を鳴らすって書いてるけど、鐘ってこれか。
ん？なんだお。黒騎士近づけ。その黒霧はどこにあるんだ。はあ、なるほどな。なんか真ん中のとこだ。まあやるしかないな。どんどん近づいていく。お、2体。回復も使いつつ倒していきましょう。どこにいるんだ敵。あいつら、あ、あそこか。なんかいた気がする。任せてください。こいつはどうだ。真実に耳を傾け。弱い。これそんなに強くないや。あ、これは強い。こいつはどうだ。レイドの礼儀に気をつけます。真実に耳を傾け。これローサー、引くなよ。やっアビスの光よ。痛い。ミュージック。いだけ真実に耳をか。熱々でしょ。こいつはどう。エイギルの方先やられそうだな。岩の重さは。料理の時間。これ真実に耳を聖なる恩行為だけ。さらだ。こいつはどうだ。クオパー、火を蹴。これ大きなる真理。こいつは。かすり傷ですから大丈夫です。ちょっと待った、これ回復させないとな。ダメだこれ。強い。かけっこしましょう。どこにいるんだ。これ。神聖なる恩恵。ほどほどにしておけよ。綺麗にしませんと。厳しいな。強い。満腹だ、おまけに。
らしく仕上がる。ちゃんと避けないとダメだ。ちゃんと避けないと危ないぞこれ。こいつはどうだ。逆に言ったらバーバラになる。ちょっと死にす…あ、バーバラ死んだんじゃないのこれ。角度を落とさないと。岩の重さは安心できます。助けが必要な方がいるはずです。こいつはどうだ。すまんすまん。クオパー、よっけ。大人。うわ。万物の境地。一体倒した。危ない危ない。熱々でしょこれ。おとなしく仕上がる。これでようやく回復できるかな。ちょっと回復できた。これなんだ。こいつはどうだ。倒した倒した。キューブ天の節夜終わった。危なかった。結構危なかったな。なんかすごい疲れた。
これ。こいつはどうだ。お前って本当にせっかちだな。来た、彼女いた。今度こそ終盤だと思う。ということで、結果的に解決はできなかったわけですが、まあ、最後まではいけなかったわけですが、長くかかったわけですが、お前って本当にせっかちだな。残った、バトルに関しては次回ということで、明日深淵を、ごめんなさい、今日はまだ依頼、明日深淵を、明日深淵を、
明日深淵を。はい、ということで、今回は、ここまでということにしときましょう。見ていただいてありがとうございました。この配信は Twitch で配信しております。Twitch アカウントフォロー、ぜひお願いいたします。Please Twitch my account follow please。また、動画のアーカイブ YouTube にアップロードいたします。2日後25日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。Please my YouTube チャンネル。This live archive upload my YouTube チャンネル2 days after. My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタン please。旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価。TwitterX アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。MyTwitterX アカウントフォロー&リポスト&グッドボタン、プリーズ。ということで、原神遊んでいきました。師団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。